日常演舞の食歌日記にようこそ。さて本日の演目はこちら。それでは演舞開演。こちら業務スーパーの朝の美味しいフルーツグラノーラを食べたいと思います。フルーツ入り、先日はなんか3つのシンプルなやつでしたけど、今回はフルーツ、なんかフルーツ、特にイチゴやリンゴを感じさせる赤身のパッケージが美味しそうですね。入ってるのかな。はい、ちょっと移していきますね。これが中身です。どうやらリンゴは入っているんですが、イチゴはまあ残念ながらないようですね。まあリンゴで、リンゴの方が栄養はいいのか、それともまあとりあえず食べてみればわかります、ね、ではい、牛乳を注いで、てかこの前そのまま食べてもよかったのにとか言っときながら、結局すぐ牛乳を注いでるし、やってることは矛盾してますね自分では。矛盾も吹き飛ばす美味しさなのかどうか試してみたいと思います。いただきます。チャンネル登録よろしくお願いします。どう、ザクザク音と甘さだけの緑色とは違うでしょう。ええ、確かに違いますが、言い方になんかトゲがありますね。あの緑色に何か因縁、あるいはライバル心でもあるのですか。まあ甘酸っぱさが入っていて、量の割には結構スッと、はい、食べられるのが美味しくはあります。それにボリュームもあるという思うんですけど、ほんとスパク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 口の中に入っていて、噛んだ瞬間にザクッという心地よい音を奏でてくれますね。牛乳が染み込みすぎるとなくなっちゃいますけど、まあそのあたりは調整かな。もっと業務スーパーのいろんなグラノーラを食べてみたいですね。もっと新作待ってますよ。詳細はこの後すぐに言います。ごちそうさまでした。先日の蜜の甘さが強いフレークと比べると、こちらはやはりフルーツも入っている分、甘酸っぱさも加わってよりあっさりと食べることができましたね。途中の味に変化があるので、自分は今日食べた朝の美味しいフルーツグラノーラの好みで、グラノーラの方が好みでしたが、一方で何も入ってない方はその分外から何かを付け足すのがより感じできるということでもあると思うので、まあ、このあたりはあなたのお好みですね。自分は途中で変化があるフルーツグラノーラをおすすめしますが、あなたがもし単一の甘さが好き、あるいは自分でいろいろ手を加えてみたいと思うのであれば、先日紹介した蜜のグラノーラをおすすめします。なので今日食べた朝の美味しいフルーツグラノーラは5点とさせていただきますね。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると、そしてよろしければ他の動画も見ていただけると、動画を拡散していただけると嬉しいです。演舞終演。本日の演目はお楽しみいただけましたか。チャンネル登録、コメント、高評価していただけますと嬉しいです。ではまた明日の演目でお会いしましょう。それではさようなら。